セイコーマートであったかい紅茶を買いました。今夜は今シーズン初めての雪道運転をします。一応この真駒内からスタートして真駒内駅の前を通り、ちょっと行けるとこまで行って体を慣らしていこうかなっていう感じなんですけど、こんな感じで今夜は大粒の雪が降っております。それではやっていきましょう。すごい雪が向かってきます。あと雪の深さみたいなものを感じますね。なんかゴリゴリ進んでるような感じになります。やっぱり夏場とは運転の感覚が全然違って、漕いで進んでる感じがしますね。タイヤがこの道路に感じてる感触みたいなものを直に感じてるというか、まああんまり無理せず、今シーズン初めてなので、とりあえず今夜意識することはスピードを出しすぎないとか、なんか急がつくものをしない、急発進、急ブレーキ、急停止みたいな、ゆっくり OK。 一つ一つのカーブもちょっと怖いですけど、あとこの雪に隠れて歩行者とかぶつからないように細かい部分も気をつけます。まあ、夜なのでね、あんまり歩いてる人はいないですけど、正面に見えるのが真駒内駅です。ここはね、なんかよくスリップ事故の話を聞くんですけど、結構車通りが多いので、タクシーもよく止まってますし、この微妙な上り坂のとこあるんですけど、ここでなんかスリップするっていう話をたまに聞きます。歩行者に注意して。どうして夜中に走ってるかっていうと、もしも何かあった時のために大丈夫かなって思ったからです。なんかスリップして止まれなくなっても、車が少なかったら事故らないかなとか、まあそんな単純な考えなんですけど、まああんまり人に迷惑をかけないように、こうやって久しぶりの雪道に体を慣らせるかなと思って走ってます。ただこれすごいですね、なんか中央分離帯みたいな感じで反対車線との間に雪がこんもり山になってますけど、まあ雪もねサラサラですけど、水分なのでね、結構な勢いでぶつかると衝撃もすごいので、本当にスピードは出しすぎないように雪を漕いでいくというイメージで、車というよりも船を操縦してる感覚で、カーブ OK。 おお、今ちょっと後輪が持ってかれたような気がしました。気のせいかな、わかんないけど、まあああいう交差点の手前とかはできれば前にね車いないでくれっていつもね願ってるんですけど、まあそういういつもそういうわけにはいかないので、結構ね冬になるとね、冬になって車に乗ると1日必ず1件以上はねこの事故処理の現場っていうのを見るから、やっぱりこの雪道に慣れてる北海道の方でも結構ね事故は増えますね、冬になると。今度はちょっと大きい通りを走ってみます。まあ、夜の冬道ドライブということで、やばい、止まれるか、止まれるのか、止まりました。 OK。 車って偉大だなって思います。冬はもう車ないとね生きていけないですから、札幌の都会の方たち以外はきっと移動手段がねなくなっちゃうんですよね、北海道は車ないとね。こういう冬は公共交通機関も機能しない時があるし、あ、除雪車が対向車線から来てますね。
これも冬の夜の風物詩と言いますか、夜中にああやって作業してくれてます。このね、滑る感覚を覚えたいというか、あの 100% 滑らないっていうのは無理なんですよ。だからうまく滑るっていう表現が合ってるのか分かんないですけど、滑った時に焦らない、滑ること前提で運転するみたいな、なんかそういう感覚になるんですよね。これはもう実際運転してみたことがある人じゃないと分かんないと思うんですけど、滑りこなすっていうんですかね、うまく滑った人が生き延びれると。すごいなんかガリ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 言ってます。ちょっとここら辺は交通量が多いせいなのか、雪は固まってますね。あとちょっと車線が見えづらいから、なんとなくで前の車両について行こうかな。僕今時速45キロで走ってます。後ろに車いないから、まあ迷惑になんないかなっていう感じなんですけど、正直この道を60キロ70キロで走ってる人たまにいるけど、すごいなって思います。吹雪をね、巻き上げながらね、ビューンってね、追い抜かされることがあるんですけど、あの人たちすごいなって思います。まああの車の運転っていうのは、何キロで走るっていうよりも周りの流れに身を任せるじゃないですけど、流れに乗るのが、ね、一番安全な運転だと思うので、まあ、臨機応変にスピードは変えていきたいなと思うんですけど、そういえば今日の夜のドライブはゴールをどこにしようか決めてなかったけど、どこまで行きましょうかね。あんまり街中にも行きたくないし、車通りが多いとこほどツルツルして危険なので、まあ、今日はとりあえず生きて帰ろう。この冬道の運転の技術っていうのは北海道で生きていく上にはもう避けて通れないことだと思ってるので、まあ、人それぞれいろんなライフスタイルがあると思うんですけど、僕は多分運転をして生きていくと思うので、頑張って練習しないと。次どっかセイコーマートが見えたらそこに入って、そこをゴールにしましょう。あ、みんな除雪してます、左側。すごいな、あんな大きい重機で歩道に上がって細かい作業してるのは本当にすごいなって思う。あ、ここから中央区、今中央区に入りました。街に来ちゃったよ、怖いよ。東名高速で愛知県に入った時みたいなあの感覚になるな。静岡から愛知に入った時とか、気を引き締めるじゃないですけど、よし中央区に入ったぞっていつも一段階集中力が上がります、車の運転の時は。セイコーマートが全然見えないですね。もしセイコーマートがあったとしても、この吹雪で気づかない可能性がある。あ、これ自衛隊の基地が右側にありますね。で、もうすぐ行くと左側に北海学園大学の工学部のキャンパスがあって、ここら辺はね、よく男子学生がいっぱい歩いてます。やっぱ今日夜運転してよかったですわ。周りに全然車がいないから、なんか自分の感覚を確かめながら、この自分の運転に結構集中できます。もう今後北海道で生きていく予定なんですけど、多分どっかで1回ぐらい事故るんだろうなって思います。皆さんのこのコメントを見させていただくと、北海道の方はね、結構その
止まらずに前の車に突っ込んだみたいな、そういう冬道での事故の経験をみんな持ってますね。1回2回そういうのを得て真の北海道民になっていくのかな。いやでもやだな、この寒い中いろいろ事故処理をしてとか考えると辛いなと思うけど、どっかで一回本当あるんだろうなって思います。これ本当にセイコーマートないパターンですね。ゴールのないドライブが続いてますけど、誰かセイコーマートはいませんか。一番積もりやすいパターンの雪かもしれないです。一つ一つの粒がよく見えるから、明日の朝になったらすごそうですね、積雪が。ほんと車通勤の方お疲れ様ですって感じです。今シーズンはね、去年みたいに大変なことになんないといいけど、去年はねほんとすごかったですから、車で15分の通勤のところは2時間かかったって言ってた人もいたし、 JR もバンバン止まったし、これセイコーマートないままどんどん街に進んでるけど怖いよ、あんまり街に近づきたくないよ。やばい、赤信号が、これは止まれるな。雪のね道にもねいろいろあって、雪質が違うから、同じ雪道って言ってもねいろんな種類がいることが分かったので、大丈夫な雪道と大丈夫じゃない雪道があって、今夜は大丈夫ですね。初級編というか入門編です。まあ、まだその雪で氷になってないので、車もちゃんとねキュッてね止まってくれると思う。ちょっとセイコーマートが見つからないので、もうコンビニならどこでも OK っていうルールに変更します。次コンビニがあったらそこに寄ってそこをゴールにします。さあどのコンビニが最初に現れるのか。っていうかみんな早いな、どんどん抜かされるんだが、やばい滑る、危ない、車線変更も怖いですね。なんか雪の山にタイヤがバコンって乗って、やっぱ急ハンドルはダメですね、ゆっくりハンドルを動かさないとな。急発進、急ブレーキ、急ハンドルをしないように、夏場の感覚でやってたら危ないから、その冬の感覚っていうのを体に覚えさせました。今夜はというかセブンイレブンありました。行きますということで、セブンイレブンにゴールしました。ありがとうセブンイレブン。この冬に困るのが駐車場の線が見えないから適当になるっていう。大体で駐車します。ゴール。ということで、ご視聴ありがとうございました。無事にゴールに着きました。今年はなんか冬もドライブ旅ちょっとしたいので練習頑張ります。ではありがとうございました。